ここで生まれ、ここで育ってきた私たちが、今夜皆様をその日常から非日常へと誘う新潟プレミアムダイニング in ツバメ、これより開演となります。素晴らしい、記憶に残る、夜になりそうですね。注いでから数秒間、表面の柄にご注目いただきたいと思います。このツバメで作られた新品のカトラリーで食べたお料理というものですね。美味しいですね。まあ、お料理も食材もやっぱり宮地さんはじめたくさんの生産者が一生懸命美味しいものを作ってますので、特に野菜が美味しいのかなと思います。また食と食で今後ともよろしくお願いいたします。まあ、今回も生産者たちと僕もお話しし合って、一番いい食材を使わせてくれって言って、そしたらまあみんなこれを使ってくれ、これを使ってくれって言って、僕はそれをただ組み立てるだけだったんです。で、まあ、最終的に僕は一番楽しませていただきました。こうやってみんなでチームでやらせていただいて、また今日こういう道具を作られている会社の方と一緒にこういう特別な空間を作れて、また未来に向けてツバメができることはまだまだあるなと、それがもしかしたらツバメの希望になるんじゃないかと今日僕は確信しました。またこういう機会がありましたら、またぜひツバメにお越しください。本日はどうもありがとうございました。